MSS プロジェクトは、主にニコニコ動画、YouTube で活動する4人組のゲーム実況、音楽制作ユニット、主に MSSP と略される。音楽の専門学校で知り合い、卒業後も友達として交流していた FB777 とキックン MK2 の2人が自分たちの音楽を知ってもらうための宣伝活動としてニコニコ動画に、 ゲーム実況動画の投稿を始めた。ヘイローのマルチプレイをやるにあたり、FB777 の高校時代からの友達であるアロマホットとエオヘオをゲームするだけでいいからと誘い集合。プレイしているうちにアロマホットが面倒臭いから喋らせろと言ったことが4人のゲーム実況グループ MSS プロジェクトの結成へとつながった。グループ名の由来は、 ミドルセカンドシックネスプロジェクトの略称で、中二病プロジェクトを意味する。英語圏には、中二病という概念がなく、中、に、病の意味を持つ、英単語を並べてできた造語。4人とも、北海道出身。長らく FB777 と、エオヘオーが、東京住まい、キックン MK2 とアロマホットが、北海道住まいであったが、 2013年7月2日の定期性放送にて4人全員が東京に住むことが発表された。ニコニコ動画にアップされた動画が人気となり、テレビ番組や多数の公式ニコニコ生放送番組に出演するようになった。これまでニコニコ動画カテゴリーにおけるゲームボーカロイド、演奏してみた、料理、自然、旅行において再生数1位を獲得している。 2014年からは YouTube にも動画の投稿を始めた。ニコニコ動画内での公式性放送は、もちろん東京ゲームショーや東京国際映画祭のオフィシャルサポーターを務めるなど、多くの大手メーカータイトルのプロモーションに参加。音楽制作においてもゲームアニメ TV ドラマなどに楽曲提供を行っている。2019年に、 平成最後の埼玉スーパーアリーナアーティストとしてワンマン公演を行った。2020年には無観客の音楽ライブ配信を実施し、スーパーチャットが1億円を突破したことで大きな話題を集めた。YouTube 公式ニコニコ生放送長時間放送のものは複数人の出演者が交代で出演する。ファンブック FB777& エオヘオ二人。 書籍アロマホット単独書籍キックン MK2 単独書籍エオヘオ単独書籍小説関連書籍ムック雑誌キックン MK2 単独雑誌関連雑誌2020年3月4日ゼパディバーシティより無観客ライブを実施同時に YouTube にて無料制配信を行ったこの生配信中に YouTube のスーパーチャットで1億2000万円を達成した スパチャは無観客ライブの実施が発表され、YouTube の配信待機画面が立ち上がった3月2日から始まった。それは公演の中止を受け MSSP が多額の負債を負うことを知ったファンらによる自主的な行動によるものであった。徐々にスパチャの総額が増える中で、ツイッターでトレンド入りするなどで話題を呼び、普段から MSSP と交流のある実況者や YouTuber、 MSSP のファンではない人たちからも多くの支援のスパチャが投入された。さらには、MSSP と交流のない YouTuber らからも多くのスパチャが寄せられた。結果、スパチャの総額1億2000万円に上った。また同時接続人数は7万2000人を超えた。本人らもその異行には驚いたと感謝のコメントと共に述べられている。スパチャは、 YouTube 手数料を引かれるため実際に MSSP 側に入る金額は大きく下回るため、後日の本人らのコメントにより負債はまだ残る模様。ありがとうございます。